Okay. いや昨日はね華やかと思うぐらいねたっぷり花が来てねもう本当ありがたいですありがとうございます、ね、でもって昨日は飲みすぎましたねもうそのまんまもう終わってもすぐ寝たもう3日間ぐらい3時ぐらい続いて目まぐるしい今日はでもね新店舗で3つ今日新体制で始まります。いよいよです。いよいよです。楽しみだね。はい。うん。頑張りいいことだ。まずは何してる？これはなんて言ったらいいの？なんて言って役割あなんていうんですかね、うん。お店の最初のアパシェラ恒例行事みたいな。恒例行事。あ、カヌさん、これは何て言うんですか？これは回転器を払いまして、回転器を払い、はい、今からですね、一応お店を開くにあたってお決めして、はい、まあ、それと一緒商売繁盛と、はい、あと、まあ、皆さん安全とか、はい、ですね、回転器を払い、はい、なるほど、はい、やらせていただきます、はい。はい、それではただいまより、リアリスター場所同行で回転機を早めに慎んで再行いたします。
綺麗に拍手綺麗に。お酒です。イベント最高でしたね。いやー、そうでした。本当ね、美味しいハンバーガーと美味しいテキーラもいただいて、お客さんもたくさん来てくれて、最高だったね。で、これ今撮ってるのはちなみに、はい、今ただいま11月19日19日でございます。もう約1ヶ月で約1ヶ月経ってます。はい、で、1ヶ月間東郷店オープンして1ヶ月経ったんですけど、はい、どうですかね。東郷店の方は、いやー、もう本当にね、たくさんのお客さんにね、足を運んでもらって、まあ、実際ね、こう本店だったり、まあ、マー君は大町店だったり、こうみんなバラバラにこうお客さんはね、通ってたんだけど、改めてね、こう東郷店にこうお客さんがまた足を運んでもらって集まってくれるっていうのはすごく嬉しいね、うん、率直にね。須藤さん、いかがですか。1ヶ月経ってみて、本当にやっぱたっくんのお客さんとか会うのも初めてな人ばっかりだけど、うん、本当にこう3人でこう盛り上がりながらこうやってると本当に1日1日が早いです。めちゃ早いですね。活気ある感じ。もう3週間いやもう毎日寝まぐるしです。本当この前イベント終わったと思ったらすぐ。あっという間だよ。本当にマジであっという間だよね。早すぎる。めちゃめちゃ早いですね。充実してる証拠だね。どうですか、やっぱ本店と、まあ、須藤さんと大町店、地域の違いみたいなところはありますかね。まず、なんかどう、大町店、大町と違う。違うのは、違いはでも車が大町は結構走るから、うん、大きい通りだから、うん、東郷はやっぱり結構お年寄りの方が、うんうん、そうだね、結構歩いてるかなっていうイメージが、うん、そうあるね。やっぱりなんか住宅街もあるんだけど、こうスーパーとか福連さんもね横にあるし、こう居酒屋だったりこうスナックだったり飲み屋さんもあって、まあ、この通りだけで言ったら本当に美容室ももちろん多いし飲食店も多いし、なんかこう本店と大町店にない地域柄であって、こう市営住宅とかも多いから、やっぱりこうそれこそね、今マークも言ったけどお年寄りの方がねすごいこの前を通ってくれるね、して結構ねいいエピソードもねたくさんあって、まあ、実はこうオープニングイベントの時に あるおばあさんがこの近くを通った時に、まあ最初は俺の飾ってたこうバイクから始まったんだけど、いろいろ話をしていくと、
こう昔はね、この東高のこの通りがすごいこう栄えてたと。だけどこう最近はもうシャッター街まで行かないけどね、うん、こうあんまり人がこう集まってこないような通りになってたと、うん、だけどこうね、こんな華やかなお店ができて、なんかおばちゃんはすごく嬉しいよと、うん、言ってくれましたね。お店の中に入ってくれて、ね、あとはやっぱりこう俺らはこうね、まあ、やっぱりこう東高のね町に来るのは俺ら新参者だから、うん、私俺らはこうバーバーとしてのこう気の引き締め方っていうかね、そういうのをこうユニフォームとしてこうしっかりやろうっていうことで毎日こうシャツネクタイで仕事をしてるんだけど、こういう姿も毎日こう復練ショップにこう通ってくれる人が毎日こう俺らのお店を覗いて、人もすごいいっぱい入って、そして俺たちがやってる姿を見てかっこいいって、もうわざわざね本当にねお店に入って言ってくれたから、なんか俺たちはこう東高に来てすごい良かったなって、うんうん、こう元気をね与え続けて、そうだ、ね、いきたいですよね。本当にもっともっとこう東高店が盛り上がるような、うん、人がたくさん集まってこの地域をみんなでこう盛り上げていけるように、うん、俺たちは本当頑張っていきたいなって思います。ここでもやっぱサポート your local、うん、頑張っていきましょう。ということで最後に店長、はい、気合いの入ったやつよろしくお願いします。はい、わかりました。ですね、近いね寄ります、近い寄ります、はい、まあね、東高店のこう紹介とかもねまだまだしていきたいと思ってるんで、まあ、近日中で言えば11月23日、FIFA ワールドカップ、そうですね、はい、ドイツ対日本戦を、まあ、このお店でね、まあ、一応東高店はこうスポーツバーのような雰囲気のバーバーショップなんで、みんなにこう集まってもっともっとこの地域を活性化させて、みんなで楽しいバーバーライフを送りたいと思っているので、皆さんよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ須藤さん、いつもの最後の YouTube のやつをお願いします。はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしますよろしくお願いします